今回は情報の文章問題の解き方について学習していきましょう。まずは問題を聞きましょう。一皿に4貫ずつのお寿司が3皿あります。全部でお寿司は何貫ありますか？次にどんな場面か考えましょう。一皿に4貫ずつのお寿司が3皿あります。このように図に表してみましょう。次に式を立てましょう。先ほどの図より全部の数を求めるには、一皿あたりのお寿司の数に皿の数を掛け合わせれば良いことがわかります。最後に答えを書きましょう。これで学習の流れはおしまいです。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸つけをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。一皿に8貫ずつのお寿司が5皿あります。全部でお寿司は何貫ありますか？式は 8×5 イコール40となり、答えは40貫です。正解できましたか？学習のまとめです。まずは問題を聞きましょう。一皿に4貫ずつのお寿司が3皿あります。全部でお寿司は何貫ありますか？次にどんな場面か考えましょう。一皿に4貫ずつのお寿司が3皿あります。このように図に表してみましょう。次に式を立てましょう。先ほどの図より全部の数を求めるには、一皿あたりのお寿司の数に皿の数を掛け合わせれば良いことがわかります。最後に答えを書きましょう。これで今回の学習を終わります。